アンハングエラ、アンハングエラは、白秋前期に生息していた翼指竜暗黙の翼竜。ブラジル北西部のアラリペ大地にあるサンタナルイソウから発見された。イギリスから産出した化石が本属に属するという意見があり、その場合分布はブラジルにとどまらず、当時形成途中だった大西洋の反対側にまで及んでいたことになる。翼会長は、 およそ4から5メートルほどで、魚食性とされている。慎長した、噴部のため頭部が非常に長くなり、比較的縮退した頭部の倍の長さになっている。噴部には、個室の量が景観上に発達しており、魚を捕らえるために水面に噴部を突き入れた際に、水切りとなって抵抗を減ずる役割があったと考えられている。同様の水切りは、トロペオグナトスや、 クリオリンクスでも発達しているが、クリオリンクス等の量が分部先端に位置しているのに、対し、アンハングエラの量は、分端から少し後方に存在する。翼竜は、前肢が翼になっているため、もともと前足と後足の比率が大きいが、アンハングエラではさらにその差が大きく、相対的に後足が小さい。本校で採用した、独自のアンハングエラ化に含める考え以外に、 オルニトケルスカのアンハングエラ赤とする考えがある。主な種を以下に挙げる。これ以外に、エイラリペンシス、エーロブストス、エイクービリー、エーフティンイなどの種が提唱されている。一部は、他の属から、アンハングエラ属に移動すべきだとされたものであり、また逆にアンハングエラ属から、他の属に移すことが適当だと主張されている種もある。抑流化石は特に断片的なことが多いので、 有効なタクソンについて議論が絶えない。この欲流が算出したサンタナルイ層は本来なら地層の体積方向に押しつぶされてしまいがちな欲流化石が立体的な形状を維持したまま見つかることで有名でありアンハングエラも体のほとんどの部分が三次元的に保存されていた。そのためこれまで多くの議論が重ねられてきた欲流の地上姿勢について アンハングエラを用いた考察が行われている。クリストファー・ベネットによると、アンハングエラは翼を小脇に折りたたんで、いわばペンギンのように体を起こして二足歩行が可能だったとしている。しかし、翼竜の翼は鳥類のようにぴったりと折りたためる構造にはなっていないこと、この翼竜の大腿骨の骨頭は、鳥類のように本体と九十度の角度をなしておらず、 体の真下に足を持ってくるようにな、いないこと。蝶類は全体重を支えるために、大腿骨骨頭が骨盤の肝骨臼に深くはまり込むが、翼竜の肝骨臼は浅いこと、等からこの説の支持者は、ほとんどいない。むしろ各関節の角度からも、現在では折りたたんだ翼の関節部を地面につけて、上体を斜めに起こした四足歩行の姿が、アンハングエラの一般的な復元になっている。 最初は海面近くを飛行しながら行われたと考えられている。海面から餌となる魚を見つけると、噴部を水中に突入させると同時に後方に大きく、振ることによって飛行しながらも、餌との相対速度のを少なくして魚を捕らえる方法や、噴炭を水中に差し込みながら飛行して魚を挟み、取る方法が考えられている。噴部上下に発達した量は、 噴霧を水中に入れた場合に、水の抵抗を少なくするためにあたと考えられている。他の多くの抑流と、同じく、繁殖の方法などについては明らかになっていない。学名のアンハングエラは、原住民のトゥピ族の神話において悪魔、悪霊とされる精霊の名アニャンガに、古きものを意味するネラをつけた言葉で、年老いた悪魔という意味だとされる。 ただしその言葉はこの生物のために新しく考え出された名前というわけではなく、ブラジルにおいてはアニャングエラ、ポルトガル語ではアニャングエラのように発音されると名付けられ、地名などは比較的よく見られる。元来、アニャングエラとはブラジル内陸部の開拓者の一人、バルトロメウブエノダシューバのあだ名であり、同盟の地名は彼にちなんで命名されたものである。 開拓者とは言っても彼が、奥地に分け入った理由は、金と奴隷の獲得のためであり、原住民にとっては侵略者、強奪者であった。そのため彼は原住民から悪魔という意味を込めた、アニャングエラという、で呼ばれていた。しかしながら、記載論文の名称説明では、トゥピ語の語源説明が挙げられており、それを素直に受け止める限り、アンハングエラという名称は、ブエノダシューバや、 彼にちなんで付けられた地名に帰するのではなく、直接的にトゥピコに由来されるべきものである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。